待って、いい感じに、いい感じにしろ。あ、ちょ、オッケー。はい。いい感じ。あ、ちょ、ちょ、ちょ、何、何、何してんの？よし。てか、こんなとこにストームあったっけか？いや、あそこに、あの、あれよ。ああ、はいはいはい。以前とは違う祭壇があるね、あれ。あ、そう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 。てか何この戦車。もう分かん、確かこまずこの船に登りたい。なんだここ、なんかパルクールで行けるっぽいんだよね。お、あ、ピンがいい。いや、その、どうだっけ、いや、スコーチあったら一瞬で行けたんだけど。多めに、俺は何もわかんないから多めについていくぞ。いや、この船どうやって乗るんだったっけなって今思って。座礁してっからなんか後ろの方から登れそうだけどね。ねえ、あ、そうだそうだ、あの、こっからパルクールだ。はい。はあ、楽ちんだ。品がいいって素晴らしいわ。あ、そこ？あ、ちょ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 。あ、そうそうそう。いいで。もうちょっと高いところ。え、これパルク？あ、そうそうそう。ふっ。あ、ちょ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 。まあ頑張ってくれ。ゾンビ多すぎなんだけど。え、これ手すりの上を走る感じ？あ、いや違う、もう一個、もう一個登って、もう一個登って。あ、もう一個登って、ああ、はいはいはい、で、こうか。あ、で、その高くなったタイミングで。は？何これ？あ、それ頭に乗って。大丈夫それ。いや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 、それ高くなったタイミングでって言っただろうが、お前。はあ、めんどくせえ。あ、これ微妙に動いてんのね、このトラック。動いてんだって。な、高くなったタイミングでこっち来ないと来る。はい。やっと来たぞ。で？で、あの、あるじゃん、これ。なんか。ああ、思い出した。でリングの中で倒して。あ、はいはい。あ、死なない。じゃあもうこれよ。あれ、これ殴りで倒す、あ、違う、これパンチで倒すんだ、忘れてた。え、パンチ？ちょ、爆発しちゃう。え、なんでパンチだ。これこれこれ、祭壇よく見てみ。祭壇がよく見えない。え、パンチしか知らねえけど。待って、インスタ終わっちゃった。え、ちょっと、もうた、ものは試しで、これで終わってくれりゃいいんだけど。じゃ、パンチってのちょっとね、曖昧な情報だったから。え、パンチのマークかなんかついてるか、別にこれ。あ、ついてる。あ、でも終わったわ。で、アイテム。あ、グローブだ。あ、そうそうそう、グローブ。取った？取った。あ、オッケーオッケー。もう用なし。はい。で、ネクスト。ネクスト。とりあえずもう、あのマーク向かって。いや、待って、ちゃう。え？この辺。あー、一回マークの方向かっていいわ、これ。はい。なんかジュースですけど、あの、生存者が中で頑張って。しんどけ？しんどけ。あ、ほんとだ。で？で、外にあの、そう、護衛の車両みたいに出てくるから。はい。それ待ち。え、じゃあ最初からここに来てもよかったけど、今やったのは単純に謎解きアイテムゲットの作業が。ああ、そう。
あ、なんかある。あれは進行に何も関係ねえよ。勝手に起き始めたか。あ、そう。なんかちっちゃくね。で、で、ピン見える？マップの右下の方の。見えてるよ。あの辺にさ同じのがもう一個ある。あれ海じゃねえの？いや海じゃないよあれ。陸なの？うん、あれめっちゃ蹴りがすごい陸だよ。はい。これもうアルマズラの一箇所じゃん。いやそうなんだよ。完全にアルマズラ。これからのシーズン完全な新規マップに期待できなさそうだな。ねえ。あ、違う、ダスハウス、そういえば追加されてたよ。ああ、ダスバンガード。さあ、俺、バンガードの記憶をひねり出したんだけどさ、思い出したわ。あ、思い出した。思い出した。でもね、あのマップ構造ですら記憶から消えてしまうぐらいのね、思い出だったの、バンガード。なんかラグくね？なんかピン上がったんだけど、下がった。うん、俺はずっと4ピンで。あっ、うえやラマ負け。アマ？アマを負け。あ、で、あの、電波ジャックが、これミミックだからちょっと来てほしい。ミミック？あ、やや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 。おりぴったりついてんだけど。しかもこれ、あれなん、ショックチャージだっけ？なんだっけ、ビリビリするやつ刺さるんだよね。今のであんまなくなったわ。巻いとるやん。巻いたけどさ。一個しかねえ。こいつ誰だと思ったらラベノフか。謎ボールね、これ。何これ。あ、これほっといたら勝手に取り込むから。今待機。モンスターボール。モンスターボール。あの、ストーリームービーがどんな感じだったか覚えてるけどさ、なんでここにいるのか過程は知らねえんだけど。もう俺もわかんない。異世界転生じゃん。あ、なんだっけ。シネマ、いや違うか、別に新しいムービー追加されたんだ。あ、ゾンビのストーリーなんて誰も気にしないだろ。なんかまあ、おや、わ、DMZ でたびたび行った懐かしのショッピングモールじゃん。そう、ここであの15個あの黄色い帽子だっけ、何農法？農法か。農法破壊。え、絶対臭いやつやん、これ。あ、そう、絶対臭いやつ。で、全部外側にあるから分かりやすい。え、と思ったけど、待って、配置変わってんだけど。何だけんね。あ、ミミック。ちょっと、今、マスクないのか。俺はある。え、農法あった。農法ここ15個あるんよね。1個壊した。ナイス。ちょ、数数えておこう。これ2個。3個。数なんて数えてない。4個。これ別に高級ガスマスクじゃないから。あ、これ5個。6個。これ階段の踊り棒にもあったりするよ。うん、それあと2個か。わあ、これ投資のやつつけてくればよかった。多いなゾンビ。あ、これ7個。あれ8個だ。あと1個。 OK、 ナイス。ガスマスク落ちてんじゃん。いや、そう、落ちてる。落ちてんだけど、それ、
どこだっけなってめっちゃ探してたわ。いやもうここ用ないわ。はい。でもなんかこういうショッピングモールこそさ、アイテム強化とかでなんか来そうな気がした。雰囲気は。あ、仲間になっちゃった。フレッチャーって何？あ、中の兵士。待ってこれ。パッカーパンチしたらガチフロートになってるよ。カチカチしなくていいよ。あ、そうなの？フレッチャーって何？まあ、ここにいたらその石竜。あ、来た。こいつか。あ、で、起動して 100% まで待つ装置が次あるんだけど、それわざと動かさないで、ちょっと、イースターエッグじゃねえわ。さっきの、アイテム探し？そうそうそう。で次、ヘッショしかゾンビダメージ通らないはずだから。いやー、ヘッショ。いっぱいおるなぁ。まあ、ちょっとそれ運んどいておる。ちょっと場所だけ探しに行く。この辺だったら気づいてる。ちょっと大体だから怪しい。じゃあ大体を確実なものにしてくれ。この辺だったと思うんだけどな。あ、なんだ。あ、これサボ落ち？え？ここで？ちょっと。あ、え？だる。もうこれ全ロスだよ、これ。落ちたら。ちょ、頼む。復活して。あ、ちょ、な、ちょっと。なんでサボ落ちするんや。もう。だ出たよ。この辺のマップがわからん。あったあったあった、これだ。あ、てかそっちで仮にドロップすんなら俺も取りに行かないとな。ああ。あれ？この辺だったはずなんだけど。うろ覚えか？うろ覚えなんだよな。ああ、うんうん。もう一度ここ来んのだるい。あった。あ、うざ。ちょっとこれやばいかも。え？あ、まあ、多分大丈夫。ところで俺はこれどこまで進めていいの？あの装置に触れなきゃいいってことだけ覚えておけば大丈夫。はあ、さっきこの辺でサボ落ちしたからやめてくれよね。ほういいな。マジで多すぎ。あーまあなくなった。いつもはまあなくなってんな。なくなるよ。終わった。パートリング。そう、あんないらない。え、次を俺ピン刺した場所行く。はい、穴の開いたターゲット。そう、
今度なんだっけな、あの武器モッドが落ちるんだけど、あの適当に倒しちゃダメなんだよ。あの燃えてるゾンビはナパームバーストで倒してみたいな、ビリビリはあのデッドボルトだっけで倒してみたいな。めんどくさ、周り見なきゃいけない。それを俺は謎解きと呼びたくないな。でこれこの辺なんだけど見えねえわかんねえ。とりあえず進めておくよ、このゴンドラじゃなくて。うん、あれここガスマスクいるの。いや、あ取れた。さあこのマシンを動かさなきゃいいのね。ああ、そうそうそう、見つかった。見つからん。は、いや これ確実にこの辺なんだけど視界悪すぎてわかんねえ。待て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 、まあ、あと18分もある。見えたぞ。あ、嘘嘘嘘、ガチで切りやん。いや、そう、何も見えない。いや、どっかにあの同じ柱が立ってんだけど。え、見えない。これなんとかインチキ設定で消せんのか。いやー、消したいね。上から眺めてたら視界結構いいから分かんねえかなと思ったんだけど。なんかマジで何も見えん。違うな。あ、これじゃね、これじゃね、あった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  あったナイス。ユゴかで、そしたらなんかもっと落ちるじゃん。一個だけ拾ってさ、それに対応してそうなゾンビを殺すの。もっと、あ、これか。一個だけ拾って冷血、あ、じゃあ凍結、いてえ。あ、じゃあ凍結拾ったなら凍結っぽいやつやって。こっちか、ちょっと死ぬ。まあいいや、あの、まあいいやまあいいや、もう適当に倒しても進まねえか、これ。なんか進みそうな雰囲気あるよ。ナパームねえか、頑張って。ナパームあるよ。待って、あれ待って、どっか行ったんだけどナパーム。どういうこと。いや、俺が取ってよナパーム。え、俺も今拾ったはずだったんだけどな。拾った。もう使ってんじゃねえ。いや、脳死がついてる。仲間来ちゃった。あ、まあ、じゃあ、とりあえず、俺やるから、脳死。よろしく。あ、これ、冷凍になった。あ、冷凍？冷血。あ、じゃあ、俺が変え、それ、脳死来たらやばいから変えない方がいい。あ、じゃあ、あなたよろしく。で冷凍どこ？冷凍、あれ？あ、出た。やっと。円に入ってきてくれ。進んでんのかこれ。ゾンビが少なすぎて。さっきまでベラボーに来たんだけど。あ、行ってるね。ノシは何色なんだ。緑なのか。わかんねえ。なんか周りさ、呪いマークみたいになってね、これ。あ、待って、ビリビリしてる、これ。今度デッドワイヤーだ。あ、じゃあデッドワイヤーよろしく。じゃあ最後の押しかな。かもな。行ってるよ。今、デッドワイヤーつけてる？うん、つ。あ、待って、ついてねえ。全然ついてねえ。
いや、うざいうざいうざい。なんか俺落ちてたから拾ってたんだけど、じゃあこれ あげるわ。はい。俺拾ってたの？いや、なんか落ちてたからドロップしたのかなと思って。いや、なわけないだろ。飲めんのかこれ。あ、飲んでるな。あ、これ脳死だな。任せろ。え、任した。違う、視界不良が過ぎるて。はい、起きた。終わった。あとクリアするだけや。オッケー。時間やべえ。やべえ。まあ7分なら間に合うんじゃねえの？知らんけど。知らんけど。おめえ早すぎ。いや、ちょっと俺がさっさとつけないとまずいマジで。7分もかかるかね。ボス硬かったんよね。つうかこの辺テクスチャー読み込まれてに未完成なんだわ。なんかめっちゃダメージ食らう。あ？おい大丈夫か。え、なんか一生ダメージ食らうんだけど。あ、待って、ここもうマスク地帯になってるよ。え、マスク地帯になってる。え、まあ、とりあえず助けられるから助ける。あ、ほんとだ、ここマスク。え、でもダメージ入りすぎじゃね？いや、マスク自体離れてったわ。今俺、てかマスクないんだもん俺。まあ、俺もねえんだけどね。まあ、たまたま強力なマスク自体が被ってたんだろ、今。ああ。やべ、仲間にいるのにこんなに頼りないエリートもなかなかないわ。あ、で、ここでボス出てきたらカジミール禁止マジで。あ、カジミールもう俺ね、ないわ。あ、ない、ないや。俺ここでカジミール投げて積んだから。ボスってもしかしてまたワーム系？あ、いや、マングラ。マングラかい。マングラ。じゃあ余裕じゃね。そう、硬いマングラ。まあ、多分余裕か。うわ、ちょっと多すぎ。ね、多い。安全地帯、戦車の上じゃね？マグラ3体ぐらい来てんだけど。一生殴られる。あ、消えた。で、これエリートが全員ゾンビになるんよ。バーバー負け、アーマー、はい、アーマーね、もういい、うん、あと1枚。え、エリート、こいつらが全員そうなる。うん、帰れないよ、それ。帰れないんだ。ほらあ、何？1体こいつを殺すか。あ、いや、今雑魚が一瞬に死んだ。いて。何を食らった？弱くね？やりたわ。かわいそうなエリート。で、ドロップピンがこれか。あ、ブラッドバーナーの鍵だ。マジか、それ運いいよ。イエーイ。俺 VR11 だったな。まあ言うてこれバイク呼べるだけだよな。1234。あ、いや、もうこれビリビリするもん。え、でもこれなら俺リロード無制限品欲しかったな。
いやまあ、それはエルダーシジル使えば手に入る可能性がね。あ、ムビフルだ。きちんと説明して。怪我したの？まだマシな方だ。そうでしょうね。と言ってもあなたの経歴を知らないんだけど。経歴？調べたのか。いいでしょ。未解決だったファイルを盗んでみたの。CIA の端末から。簡単だったわ。それじゃダメよ。任せて。レクイエムの一員だったのね。ああ。何があったの？マキシスが自身を犠牲にアウトブレイクを終わらせたんだ。俺たちは彼女を助けると約束した。そして失敗したんだ。派手にな。自分を責める者もいたよ。あんなことは二度と起こさないと誓ったが。じゃあ今回も失敗したのね。だがな、俺はまだこうして生きているだろう。今も戦ってるんだ。それが問題。自分を見て。30年も前のことに振り回されて。いや、俺は頑丈だし。無茶だってわかるでしょ。レクイエムはエーテリウムの何を研究していたの？ドクター・ジャンセン。エヴァ、もしアウトブレイクを封じ込められたら昔話をしてやろう。いいわ、あなたの好きにすればいい。協力してくれないなら自分で答えを見つけるわ。ああエヴァ、お前の両親は、彼らはお前を誇りに思うだろう。え、なんだこれ。あ、終わった。ミステリーボックス 50% オフってバカでかくね。いや、あの使い道ないよな、すでに。まあ、え、てか何、あの追加のタスク自体はこれで終わり？おしまい。いや、あと謎解きつっても、もう決まってっけどな、やることなあ。もう終わりが見えてるやん。あのボクシングのとこだけちょっと場所忘れたけど、あとターゲットの場所行って。全然ボリューム感がない。